はい、どうも、ピクスイオスです。今回紹介するミニカーはですね、タカラトミーモールオリジナルのですね、プレミアムトミカとなっております。タカラトミーモールオリジナルですけどもね、デザイン的にはね、通常版に、ここのタカラトミーモールと追加される感じになりまして、前より、こう、ちょっとシンプルになりましたよね。箱そのものもね、通常品とともにね、シンプルにはなったんですけどもね。まあ、早速見ていきたいと思います。まあ、順番でいくと、フィアット500が29番で、LFA が30番なんで、まあ、本来はフィアット500から見るべきですかね。よいしょ。あれ、これもバッテリーねえの？マジか。全然ねえじゃん。おい、マジかよ。なんか取れんじゃん。でですね、今回、通常品の方のね、LFA とフィアット500も用意してあります。まあ、色がね、明らかに全然違うんですけどね。まあ、とりあえず、まず普通の方から見ていきましょう。普通じゃねえわ。オリジナルの方から見ていきましょう。オリジナルっていうのおかしいな。タカラトミーモールオリジナルの方から見ていきましょう。まあ、フィアットの、許諾のシールと、まあ、そう。イラストがね、塗装変えただけでしょうけどね、ありますね。で、中には福袋が。入ってますね。袋が入ってますじゃないな。まあいいや。まあこんな感じですね。なかなか可愛らしいですね。まあ日本ではね、フィアット500と呼ばれていることも多いですけど、実際にはイタリアではチンクチェントだかっていう呼ばれてますね。まあ500をイタリア読みしただけなんですけどもね。でまあ LFA ニュルブルクリンクパッケージですね。黒っていうところがかっこいいですね。まあ、福袋がまた入ってます。おお、これかっけえ。やべえ。すごい力、そうっす。で、まあ、通常版の方も開けていきましょう。こんな感じですかね。まあ、フィアット500から見ていきましょうか。まず、フィアット500。まあ、先ほど言った通り、チンクチンポでしたっけ？イタリア読みだとそうなってます。まあ、以前もね、紹介しましたけど、ルパン三世などにもね、登場した、カリオストロの城でしたっけ？あれにも登場したね、まあ、イタリアをね、代表する小型自動車じゃないかなと思います。日本でもね、結構愛好家というか、オーナーが多くてですね。まあ、現行のチンクチェント。あれも結構いますね。でも、なかなかかっこいいですよね。まあ、テールランプはクリアパーツを使ってまして、まあ、車内は赤いシートなどで再現されてますね。まあ、こちらも赤いシートなんでね。まあ、単純に塗装が変わっただけなんですけどもね。ちゃんとフィアットのロゴもね、再現されてるのかな、これ。再現されてるっぽいな。まあ、サスペンションのアクションしかちょっとないんですけどもね、これは。スケールは45分の1とね。まあ、45分の1って言うと、ほぼほぼレイズとかの43分の1スケールとね、あんまり変わらない感じですよね。そんなちっちゃいのか、これ。なかなかでも、スバル360とかそういう、車も、そういう車とかそういう感じの、なんていう？そういうイメージのある車というか、うん。語彙力喪失。まあ、なんていうんですかね。そういうスバル360とか、そういう感じの車だと思うんですね。どっちかっていうと。大衆車ってやつかな。まあいいや。続いてですね。レクサス LFA ニュルブルクパッケージ、なんだ、ニュルブルクリンクパッケージですね。まあ、LFA やっぱかっこいいんですよね。ホイールもすげえよな、これ。テールね、これすごいですよね。で、マフラーのね、3本出しマフラー。これがまたまたかっこいいんですよね。LFA はね、純粋にかっこいいなと思いますね。でも実車がほとんど走ってないね、やっぱり。
限定車ってこともあって、たまーに街中で見かける。おーってなる。でもさすがに仕事中とかで走っててもこれは見かけないですね。見かけたら間違いなく写真撮っちゃうもんな、これ。で、ドア開閉のアクションと、サスペンションはないんだ。左右ドア開閉だけですね。まあ、サスペンション入れるスペースもなさそうだしね。いやかっこいいな。まあ、LFA なんかはね、以前もね、紹介した通り、ヤマハのね、コミュニケーションプラザやね、トヨタ博物館などにもね、展示されておりますので、見たい方はぜひね、そちらの方行ってみるといいと思います。で、塗装もですね、なんかね、こっち艶ありですけど、こっち艶消しなんですよね。艶消しブラックっていうか、なんか、実在するんですかね、このカラーリング。自分は見たことないんで、なんとも言えないんですけどもね。まあ、このテールランプとかもね、やっぱかっこいいんですよね。LFA。いやー、かっこいいな。こんな感じ。今日はちょっと。まあ今日はですね、こんなとこで終わりたいとは思うんですけどもね、ちょっと短いかな。まあいいや。まあ LFA ね、そう。なぜこの LFA とそのフィアット500一緒に販売したのかな、経緯がよくわかんないですけども。まあ、当時、オリジナル、プレミアムトミカでも、両方ね、同時発売でしたからね。プレミアムトミカもやっぱりちょっとね、お値段張りますけども、お値段張るって言ったって、まあ、子供からすれば、子供というか、親からすれば高えなってなるんですけど、別にまあ、大人からすれば、大したことないねっていう。まあ、この、ね、値段でこの出来だったら、まあ、満足でしょうみたいな感じの金額なんでね。なんかあれですよね、プレミアムトミカも初期のやつとかだと900円とかで、ちょっと後になったやつは800円台でしたよね。まあ、ブルインパルスみたいなやつになるとね、また900円に戻ったりしたんですけど、コスト上の都合なんでしょうね。まあ、プレミアムトミカもあれですよね、マニアックな路線ついてくるときありますよね。僕もレパードが出たときはね、こう、喜びましたもん。面白いですよね。まあ1台1000円しないでこのね、出来ならね、僕は満足だなと思いますよ、基本。まあそんなわけで今回はね、この辺で終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回も見てください。それでは。